カナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得に動き、対迎型潜水艦を念頭に置いているらしいという情報をキャッチしたよ。日本の潜水艦は現地建造に弱いのがネックで、オーストラリアでの現地建造で一度落選している経緯があるよな。フランスに取られたんだが、そのフランスは原子力潜水艦建造でアメリカとイギリスの後陣を排したらしい。今回は、カナダが日本の対迎型潜水艦に注目する一方、攻撃型潜水艦は現地建造のため、防衛省は落選かについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本における防衛力の要と位置づけられているものの一つに、かつて防衛力整備計画に基づいて2023年3月に実現した潜水艦対22隻体制ということは、注目の一致する見解とされているよね。2024年、海上自衛隊の潜水艦隊を古い方から紹介してみるんだけど、親潮型8隻、双竜型12隻、太平型2隻で22隻体制となり、加えて親潮型2隻を練習潜水艦として保有し、運用しているよ。海自はこの22隻潜水艦隊を最新の状態で維持するべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が各年で新造潜水艦を供給していて、これによって建造能力やインフラ保持も確保されているということなんだ。言うまでもなく、海上自衛隊の潜水艦隊は全てが通常動力型の攻撃型潜水艦で構成されていて、主兵装としては、艦首部に装備する6門の 533mm 魚雷発射艦から運用される兵器だね。こうした状況下、海自で実戦配備されている潜水艦の中で最も古い艦級の親潮型だけど、2000年平成12年3月に就役した3番艦渦潮で、今年で25年目の艦齢となるよ。海自の潜水艦が全て通常動力型攻撃型潜水艦というのは前述の通りだけど、機関部の構成は艦級ごとに改められていて、艦級と同様大きく3種類に分けられるみたい。一番古い親潮型はディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式で、世界の歴史上、潜水艦が海軍戦力として登場した1世紀以上前からある古典的な構成となるぜ。続く双竜型は1番艦双竜から10番艦の双竜までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に、スターリング機関も備えるディーゼルエレクトリック方式で非対機依存推進方式だな。そして双竜型11番艦王竜、12番艦東竜、現在最新鋭の対迎型はディーゼル機関とリチウムイオン製バッテリーと発電機を備えた、ディーゼルエレクトリック方式を採用しているらしい。双竜型11番艦王竜以後の機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式で、安全性に問題があると言われたリチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたということで注目を浴びているんだって。通常動力型攻撃型潜水艦の世界的な潮流でも、数年前までは非対機推進を採用することが必須感が強かったんだけど、双竜型11番艦王竜の収益を認識に変化が生じてきたとも感じられるね。こういった海自の潜水艦の配備状況の中で、かつては双竜型がオーストラリアのアタック級の後継艦として、初めての海外輸出となる可能性が取り沙汰されたこともあったんだけど、成就しなかったんだ。オーストラリアはこの時、フランスのシュフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改修したものを採用することに決めたんだけど、イギリス、アメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回されたことは知っているよね。オーストラリアはオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦を5隻程度調達し、以後はイギリスと新規の攻撃型潜水艦オーカス級を建造し、取得する方向へと舵を切ったわけだ。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦のマーケットが今後は一気に原子力推進に傾くという見方も指摘されたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を熟考すると通常動力型攻撃型潜水艦の需要は残存していると言えるな。具体的には2023年の段階で通常動力型攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、
オランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられるぜ。北米ではカナダも施行しているから、インドとカナダを除けば、広い海域を戦場とすることが考えにくい。つまり大陸国が主に費用対効果に優れる通常動力型攻撃型潜水艦の調達を希望しているように思われるな。インドの場合は広大なインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備警戒に通常動力型攻撃型潜水艦を望んでいると見られ、この考え方は中国やロシアと似た運用方針ではないかと感じられるね。カナダは地理的な位置を見ると、西に太平洋、東に大西洋、北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えていて、また NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接しているから、比較的恵まれた安全保障環境にあるとも言えそうだよ。現在のカナダは1980年代にイギリス海軍が最後の通常動力型攻撃型潜水艦として建造した、アップホルダー級潜水艦4隻を譲り受け、ビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しているんだ。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦のサイズだけど、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルで、主兵装は艦首部の6門の 33mm 魚雷発射艦だね。同艦はイギリス海軍において1990年から1993年にかけて就役したが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定をしたため、1993年から1994年にかけて退役し、カナダ海軍は2000年から2004年にかけて再就役したというわけだな。現ビクトリア級潜水艦はイギリス海軍ではたった1から3年ほどしか運用されなかったから、貴重な新古品としてカナダ海軍が受け入れたという形だが、カナダ海軍では兵装の対艦ミサイルや機雷が除かれ、超魚雷だけで運用しているらしい。こうした兵装の省略からも推測すると、カナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求めた能力は、純粋な哨戒任務が主であると見られるんだけど、現時点ではイギリス海軍での就役から最大35年、カナダ海軍でも25年経過しているから、老朽化が進んでいると言えるかもね。そのためカナダの国防省は CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置、2034年に退役を予定している現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めているみたい。このカナダ国防省の CPSP では、自国海軍の要求を満たす通常動力型攻撃型潜水艦の建造可能国をフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国そして日本と明かしているよ。CPSP が求める潜水艦の仕様を説明すると、1通常動力型に長期間の航行能力を持つ3北極海での運用できる4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応の4点だね。その上で現行のビクトリア級潜水艦は4隻保有しているんだが、カナダは太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーするために最低でも8隻、最大12隻を調達する意向があると示唆しているぜ。報道によれば CPSP は、前述のフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本ともすでに交渉しており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われているな。先に挙げたカナダが求める4つの潜水艦の仕様を見る限り、日本の大芸型は全て要件に合致するという見方もあるらしい。しかし多数の潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、カナダが採用する潜水艦の自国内建造を要件に加えるとすれば、日本には残念ながら実績はないんだよね。となると日本は落選ということになるかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。